皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は視聴者さんから質問をいただきましたので動画を作ります。イエーイ。久しぶりの手術トークなんですけども、だいぶマニアックな内容なんでちょっと楽しみです。うるせえな本当に。早速行ってみよう。かのんちゃんこんばんは、 MTF のゆきと申します。今学生で、女として大学に通ってんですね。めっちゃ羨ましい。 MTF はあれですよ、元男の子さんってことですよ。かのんちゃんの手術トークを聞いて早く私もしなきゃなと焦ってて、どうしても質問を送りたくなりました。なんかいろいろ調べると手術が大変とか、作った穴が塞がっちゃうとか、体験談を聞くとだいぶグロい印象でした。結局こんなに苦しむんなら手術しなくてもいいのではって思いました。でも手術しないと戸籍が変えられないですもんね。かのんちゃんの経験では何かありますか？アドバイスあればお願いしますとのことです。ありがとうございます。学生で女として通ってんの？いや、私の時はもうそんなんなかったんで、もう学生時代は男子生徒ですよ。だからめちゃめちゃ羨ましい。今回のトークの一番大事な部分は、作った穴が塞がっちゃうっていうこと。あとは、手術をしなくてもいいんじゃないのっていう、この2点ですよね。で、私の体験談まずお話しさせていただくんですけども、作った穴が塞がるっていうのは、以前も話したことありますが、私たちみたいなね、人工股関民族は、ピアスの穴と同じ原理なんですよ。もともとない穴を、こうやって切って作ってるわけじゃないですか。だから、手術終わった後は、ピアスの穴が安定するようにみたいな感じで、透明ピアスですよね。まあ、そういった似たような、ダイレーションって棒を、こんぐらいかな？それを出し入れするんです。まあ、そうすることによって、内側の、その粘膜の部分が安定していって、完成みたいな。ただ、それを怠っちゃうと、どんなに安定しても、また塞がっちゃう可能性が出てくるんで、もうそれがね、ほんときつい。心折れるっていうレベルできついな。今、3ヶ月間ぐらいダイレーションしてないです。今までは本当に1週間に1回、週末にやるっていう感じのペースやったんですけども、痛いし、痛いっていうのは、なんかやっぱり異物感がこう入ってくるっていう感覚があるから、辛いんですよ。で、それを死ぬまでやるってわけ。まあ、あれですよ。男性とそのエッチをしたいとか、なんかそういう感じなければ別に、埋まっちゃってもいいかなって思うんですけども、でもせっかく百何十万かけて穴を作ったのであれば、やっぱり維持させたいじゃないですか。そういうこともあって、まあ私も今、だいぶ、危機感に迫られてます。これは、懐かしの味。レモンスカッシュ。まあ、こんな感じです、今の私は。他の人の体験談をちょっと補足させていただくんですけども、私が以前働いてた、なんていうの、スナックのママは、一回作った穴が埋まって、またモロッコに再手術しに行ったっていうことを言ってたんですよ。それってもう、手術2倍かかってるってわけじゃないですか。もう300万ですよね。そんなバカバカしいことあるって思います。だからそのためにも、私たちみたいなこういう人工股関民族は、ちゃんと定期的にこういう、まあ、ダイレーション、まあこれリップですけども、まあこういう、ちょっと大きめのこんな感じです。それを出し入れをするっていう、そこがめちゃめちゃ大事。で、そっから私の提案なんですけども、この方は、手術をしなかったら、戸籍変えられないんじゃないのっていうことで心配されてると思うんですけども、実は、手術、まあ、するけども、こういう感じで苦しまなくてもいい方法が一つあります。それは何でしょう？それは、陰茎切除。聞き慣れない言葉だと思うんですけども、陰茎っていうのは正式名称、男性のこれですよ。ポコチンですよ。それを切除するだけの手術ってことです。まあ、これもね、何回か話したんですけどね、もう復讐みたいな感じになってるけども、ね、こうやってポコチンこうやって出てるじゃないですか。で、それをただ切り取って、この切り取った部分を女性器のように見た目だけを作るってこと。要はもう本当にハリボテですよね。ちょっと申し訳ないけどね、そんなこと言ったらね。それで、だいたい80万円ぐらいです。しかも、日帰りでできます。私みたいなこういう股間のね、中の穴まで作る手術する人は、2週間ぐらい、もう入院生活みたいな感じなんですけども、だいぶリスクは少ないけども、ただ、そのデメリットが中に穴がないんで、こういう営みをするときはちょっと、ってなる場合はあります。ただ、最大のメリット。ダイレーションしなくてもいいってことですよね。こういう棒の出し入れするっていうストレスから解放されます。まあ、あとは、そうだな、難しいけども、レズビアンの方。ね、何言ってんだって、元男の子でレズビアンってなんだよみたいな感じだけど、いるんですよ。女として、女を愛したいから、今男の僕だけども、僕は女になって、
女を愛しますみたいな。いや、何言ってんだ自分で。まあ、そういらっしゃるんです。そういう方は結構そういう手術をされる割合が多いですね。私の周りでもいらっしゃいました。FTM さんは元女子さんですよね。でもゲイの方いますからね。そういう、まあ、いろんな価値観があります。何？青吉はどっちが好きなのって。そりゃ今は男性が好きですよ。話を戻すんですけども、このハリボテ手術の場合は穴はないけども、でも戸籍は変えられますよ。営みにあんまり興味ない人からしたら、まあ、だいぶメリットが多い方法だと思うんで、まあ、それも選択肢に入れてみてはどうでしょうかっていう私からの提案でした。いかがだったでしょうか？今回は久しぶりに手術トークをさせていただいたんですけども、参考になったでしょうか？もしまだ何か物足りないなってことあればぜひコメント欄にお書きください。でこの後ボーナストラックでこの、話に関連するような内容をちょっと話しますんで、よかったら最後まで見てください。とりあえずこの本編は締めます。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、インスタグラム、そしてサブチャンネル青木かのの秘密箱は画面の下にありますので、そちらもチャンネル登録してね。また次の動画でお会いしましょう。したら手術トーク第2部行ってきます。さっき話した本編の内容に結構関連する話なんですけども、私は21歳の時にニューハーフバーで働いてて、でそこの先輩ももちろん元男の子さんなんですよ。でもうみんな綺麗なんですよ。で先輩手術しないんですかみたいな。でみんなしてないの。してるのは、お金玉取る手術。それしかしてなくて、棒だけついてて、取らないんですかって言ったら、いや、もう私は取らないみたいな。なんでですかって言ったら、なんか、そこだけで女を判断するのは、私はナンセンスだと思ってるみたいな。で、なんか、これです。なんかスピリチュアル的なことなのかなと思ったら、なんかそうではなくて、元々はそういう願望あったみたいなんですよ。ただこのお金玉を取ると人間って、まあ男性に限っては性欲が落ちるわけです。そっから男性ホルモンが出て、脳にこう性欲をかきたてなさいっていうのが出るから、だからそれを取って5、6年ずっと棒だけがある状態を過ごしてきたので、なんかもう性欲っていうかもうそれすらもあんまり考えなくなっちゃったみたいな。でもね、結構意外とそれあるんですよ。飲み屋で働いてる方って、もう最初入ったきっかけは、やっぱり大体の方が手術費を貯めたくて飲み屋に働く人が、まあ、多いんですよ。で、最初にまず、じゃあ男性ホルモン、手っ取り早く抑えるために、お金玉だけ取っちゃおうみたいな。もう私もそういうパターンだったんですけども、で私はお金玉を取った後にすぐに本体を取ったから、だから、こういう先輩みたいに6年間も、その、性欲、ダウン状態のまま私は維持してなかったんで、落ちる直前に女になりたいっていう、なんかあとはその男性とイチャイチャしたいみたいなことが当時あったんで、それで取れる踏ん切りができたんですよね。ただもうその先輩方はやっぱりもう5、6年もね、お銀玉ないからもう性欲っていうもう境地を抜け出したみたい。わかんないけどね、まあ憶測ですよ。ただなんかそういうことも言ってたんですよ。温泉とか入りたかったら貸し切りにして女湯入ればいいだけだし、そんな私たちは困んないわよって言ってて、ああそうですかっていう、話をした記憶がありますです。全然参考になんないなこれ。だってポコチン取りたい人からしたら、だってね、もう我慢しなさいみたいな感じに言われてると思うんですけども、もう事実そのポコチンっていうかその金玉を取ったら性欲なくなっちゃうから、取って男性とイチャイチャしたいっていう欲が強制的シャットダウンされちゃうから、まあこういう感じらしいですよ。ごめんなさいね、話伝わりにくくて。今日は久しぶりに髪の毛を耳にかけてんですよ、実は。ね、実はかけてんの。ちょっとここ最近体調悪くて顔を出せてなかったんで、まあ、久しぶりの顔出しということで気合を入れてみました。こんな感じです。ということで、まったねー。